都市そのものと一体になっているような古代文明の遺物だろう。そして俺の推測では、あれが呪いの力を弱めている。ここにいると先ほどよりも体が楽になっていくのを感じる。おそらくあの池の水には浄化作用があるのだろう。浄化？それってあの池の水を使えば呪いを完全に消し去ることができるってことか？いや、それは不可能だ。え、なんで断言できるんだよ。俺は理性を保ったままこの呪いと500年を共にしてきた。俺より呪いに詳しい者などいまい。この呪いは世界の因果に匹敵する烙印。そして神々の呪いは人間そのものよりも格が高いものだ。俺には感じる、今にもこの呪いが末端にまで浸透し、俺の一部となり、しまいには自分と取って代わろうとしていることを。呪いによる侵食を一時的に抑えることは可能だ。しかし浄化となると、体の一部を焼かれ灰になっていくのを想像するといい。それと同じ苦痛が体を襲うことだろう。無論浄化が終わるまで命が持つ保証などないがな。え？それって死ぬってことだよな。浄化できない呪いなんて、そんな。ここから感じられる池の浄化作用は従前なものではない。呪いを抑える程度に収まっている。そうなのか。あともう一つ気になるんだけど、あの下にある妙な装置は何だ？周りの雰囲気と全く合ってないけど。正直俺もあのような構造の装置は見たことがない。アビス教団が設置したと考えるのが自然だろう。もしや奴らは何かの準備をしているのか。話があるのか、ハールフだ。言っちゃった。でも今回は急に消えたわけじゃない。ついてこいということだろう。さて貴様たちはどうする？そうだな、よし、あとを追ってみよう。
旅はいつか終わりを迎える。慌てる必要はない。先に俺たちに見せたいものがあるのかもしれない。行くぞ。
つく。裁きの雷。ついていきます。どちらにせよ調べる価値はある。ここ一帯を調査するとしよう。Thank you.
地中深くに、どうして花が？亡くなったヒルチャールに手向けたのかな？言われてみれば、確かに、どこかで見たことあるような。これはカーンルイヤの国花、インテイワットだ。かつてカーンルイヤの至るところに咲いていた。この花の開花期間はもともと2週間しかない。だが、誰かに手折られ、カーンルイヤの土から離れると、その花びらの成長は止まり、固まる。故郷の土に帰って初めて、花びらは再び柔らかくなり、やがて塵となって枯れる。故に、インテイワットは、勇士、つまり郷を離れて旅する者を象徴し、また故郷の優しさという意味を持つ。あ、この花がここにあるってことは、つまり。姫様、ついに同意していただけましたか。天理への対抗に傾倒するあまり、復興という大事な使命を忘れかけていた。確かに、こんな優柔不断なままではいけない。殿下、装置の準備は直に完了する予定です。ご命令を。賞賛はどのくらい？理論上ですと、およそ…いや、やっぱり、たとえ 1% でも望みがあるのなら、私たちも同じ。すでに、深淵に飲み込まれてしまっている。尊厳なく生きるより。あの者たちは、一刻も早く循環へと戻った方がいい。これ以上、言われのない罪を。あの者たちに背負わせはしない。そのご決断は、教団にとって実に強硬。何か見ていたようだな。何を見た？そうそう、ずっとぼーっとしてたぞ。なるほど、これが双子だけが持つ奇妙なつながりというやつか。今の話によれば、奴らは装置を利用して呪いを浄化しようとしている。おそらく先ほど見た装置のことだろう。それに彼女は復興と口にしたんだな。頑固なやつだ。やはりまだ諦めていなかったか。どうやら教団はこの地を利用してヒルチャールにかかった呪いを浄化するつもりのようだ。彼らを元に戻し、そしてカーンルイヤ復興の礎とするのだろう。何しろ国民なくして国家とは呼べないからな。ふん、全く愚かな考えだ。そんな可能性 1% も存在しない。言ったはずだ。俺はこの呪いと共に500年を過ごしてきた。救いなど決して存在しない。誰よりも俺はそれを理解している。そして呪われたら最後、元には戻せない。仮に強引に呪いを払おうとすれば、痛み以外に得られるものは何もないだろう。だから理性をもってして、俺は何度も言い聞かせてきた。あれはもう人間ではないと。それに執着し、感情を傾けすぎてしまえば、やがて奴らのように、偽善という名の泥沼に沈んでいく。そうなってしまう前に、もっと救う価値のあるものに目を向けるべきだ。ああ、確かにそうだ。俺たちはただの雇用関係。だが、
向こうは貴様にとって大切な血縁者だ。何の問題もない。貴様が彼女の肩を持つのも当たり前のことだ。だが貴様がどちらを選ぼうと俺の心が揺らぐことはない。アビスを阻止することこそ俺が歩む道だ。それに賛同できないのであれば、いっそここで。そうか。初めて会った時にした3つの質問は無駄ではなかったようだ。すでに貴様は自分なりの見方でこの世界を見ている。貴様が本心を明かした以上、俺も隠しておくつもりはない。俺は今回アビスを止めるという目的以上に、ただハール武団たちの意志を踏みにじるアビスの独善的な行為を許せない。アビスはいつ現れるかわからない。油断せずに進もいや、違う。気をつけろ。うわぁ！何が起きたんだ？前にあった真ん中の部屋から放たれた光か？メフア！まだ異変は続いている。どうやらアビスが動き出したようだ。ダイン・スレイダー。なんとも執念深いやつだ。しかも殿下の血縁者と再び手を組むとは。前回転移網の確認が遅れ、お前をここに送ってしまったのは失態だったか。逃げるばかりの臆病者だった貴様が俺の正面に立つとはな。何が貴様にそのような勇気を与えた？我々は殿下のご意志を貫き、邪魔者を排除しなければならない。そしてこたびこそ民を苦しめ続ける呪いを全て取り除く。あいつらを苦しめているのは貴様たちの方だ。ノヒルチャールたちには呪い以外何も残っていない。もう引きはせぬ。さあ来い、ダインスレイブ。そのくだらない意志とやらのために命を懸けてまで時間を稼ぐ必要があろうか。死に急ぐのであれば望み通りにしてやろう。貴様たちの言う呪いのジョーク、池の下にあったあの装置を使うつもりか。アビスが持つ技術を侮る。あの装置に水の浄化作用は何百倍にも増幅されている。そのような強引で短絡的な手段、やはり貴様たちを買いかぶりすぎていたようだ。この盤石絶滅の残響。お前がずっと追いかけてたアビスの使徒、ついに倒したな。
探している暇はない。アビス教団の装置が作動した。今から破壊すればまだ間に合うはずだ。おう、早く行こう。水の浄化作用を増幅させている装置だ。消えてしまうものかと思ったが、ハール武団の魂は予想以上に強靭なようだ。邪魔者め、去れ。どこを見ている。俺を仕留める絶好の機会だ。そうだろう。ダイイングスレイブ。奴を倒して装置を止めるぞ。暗算八九。三千人の行為だけ。天道、ここにあり。この仕事は排除するべきですね。取った。失礼。暗算八九。たちは本来の力を発揮できない。今この場でアビスに対抗できるのは貴様だけだ。あいつの献身を無駄にしないためにも、ここで時間を使うのは得策じゃない。転移の扉と周りの光は見たか。奴はおそらくエネルギー装置を他のところに分散しておいている。そこへ行き、装置を確認するんだ。急ぐぞ。あのアビスが設置した転移の扉を通るのか。おい、待てって。裁きの雷、稲光、すなわち永遠なり。
武団たちは俺よりはるかに苦しんできた。行くぞ。焼けつくような痛みもなくなった。オイラたち、アビスの計画を阻止できたってことか？確認させてくれ。ダインのやつ、かなり落ち込んでるんじゃないか？昔の戦友と、こんな形で再会するなんて。行こう。責務を果たしてくれた。今でも貴様たちは俺の誇りだ。ファインルイエは滅亡していないんですよね。だってこうしてあなた様が立っているんですから。ここには奇妙な力がいくつも集まっている。魂を目にしてもおかしくはないだろう。だがこれ以上深いところを探索するつもりなら注意する必要がある。ああ、気をつけるよ。ところでラインは一緒に来ないのか？さっきの装置で少なからずダメージを受けた。
体が癒えるまでしばらく時間がかかる。そうだったのかって、そんなのとっくに気づいてたぞ。ずっと痩せ我慢してたんだろ。ダインにも休みが必要だと思うぞ。例えば休暇を取るとか。休暇俺に似つかわしくない言葉だな。俺にはまだなさなければならないことがある。今この時も運命の食器の計画は進んでいるのだからな。ここの増幅装置もあの計画と何か関係があると疑った方がいい。気遣い感謝する雇用主。次に会う時、貴様が向こう側になっていないことを祈ろう。まったく、最後にあんなこと言うなんて根に持つにも程があるぞ。お前の妹さんには会えなかったけど、手がかりはいっぱい手に入ったな。旅を続けてればいつか会える日が来るさ。そしたらちゃんと仲直りするんだぞ。な、忘れるところだった。オイラたちヒルチャールの変わった行動を調べにここへ来たんだったよな。ひとまずコーフさんに報告はできるけど、どこから話せばいいんだ。ここの出来事って事情を知らない人からすると複雑すぎるし、とりあえず依頼のことは忘れないようにしとこう。